はい、はい、というわけで今回もサカツクロードトゥーワールドやっていきたいと思います。6月2日お知らせを読んでいくいつものやつなんですが、皆さんチャンピオンズリーグは見ましたでしょうか。前回言いましたね、やっぱりね、このタイミングでなんでドムヘルを監督として出すのか、それはチェルシーがチャンピオンズリーグ出るって思ってたんじゃないのっていうね、このセガの先見の明でね、ここでドンヘルを出す、そういうことをね考えてたんじゃないでしょうかってマグは前回よいしょしましたね。まさか優勝するとはいやいやいや、ここで優勝しちゃうもんな。まあでもね、あれだけね早めにやっちゃった分だけね、ちょっとフォーメーションがおかしくなっちゃいましたが、もう全然一個なしです。はい、というわけで、まあ、セガとしては、ね、タイミングバッチリでしたね。じゃあお知らせ読んでいきたいと思います。今回のお知らせ、まあ、いつものやりますかね。今週のやること、ででん。なんか書いてありますけれども、これじゃなくて、曜日マッチやりましょう。はい、というわけで今週のやること、もう一回言います。曜日マッチやりましょう。なんで曜日マッチなの？ね、これは後で詳しくお伝えいたします。じゃあまずはね、じっくり読んでいきたいと思います。まず最初、SWCC カップ。今週でいいんだよね、これね。今週でいいんだよね。そうですね。6月2日から6月9日。とにかくまあ今週は SWCC カップが入ってくるので、皆さんリーグ回しましょうというお話です。ゴールドトロフィーゲットしていきたいと思います。間違えた。で、さらにもう一つ入ってます。これは事前に告知があった通りなんですが、アリーナランキングイベントも入っております。これに関してはね、金土日かな、そうだね、金土日にで、アリーナをプレイして、ランキングを競うと。まあ、マグの場合はね、大体ね、まあ、10連勝したらもう御の字かな。基本的にはね、対戦相手変えたいからね。うん、まあ今回は要はリーグをやって、基本的にはね、やっぱり連携戦をね、整ってない方もいらっしゃるんじゃないかなと思うので、ああ、AP 満タン。マグなんかはね、こうやってフォーメーションコンボがね、崩れた状態で、プレイしております。これは今のところ、連携がね、整ってないメンバーですね。こんな感じで。まあ、ネドベドがまだ連携赤じゃないっていう時点でね、マグのチームはまだ強くなる。そうだ、ネドベドもね、エブラも、ごとつはしてあるんですが、完璧な状態じゃないのに前回使ったんですね。他でも、まあ、ダービット、ナバーロ、カルバーナフ、ここら辺はもしかしたらね、次回の SWCC で、起用されるかもしれないレギュラークラスですからね。ああ、まあ、ライテルもそうですよね。なのでね、ここら辺はちょっと連携戦を赤にしておきたいなと思います。だからこのメンバーがね、全員赤になればいいのかな。ゴールキーパーのケパに関しては、まあ、おまけ。まあ、チェルシーの選手があまりにも少ないということで、今、まあ、控えを見ても分かる通り、ね、この、ちょっとね、今回のツアーで手に入れたチェルシーの選手は全員一応ちょっとある、ね、まあ、レベル50ぐらいまではしておこうかなと。してどうなるってわけでもないんですけれども、ドンヘルを次回使うことになるんでね、やっぱりね。やっぱりね、ちょっとそこはね、SWCC で使うから、この星4が頑張るんじゃないかな。チェルシーの選手ほとんどいないんでね。で、しょうがないよね、これはね。はい、というわけで、以上。SW、今週のやること、ね。曜日マッチって言ったんだっけ、さっき。その、お話は、もうちょっと後で。なので、今回はね、リーグをガンガン回しましょうっていうお話でした。はい、じゃあ次。次はね、セガのね、61周年記念キャンペーンなんですがね、ちょっとお知らせが開かなくなったね。ああ、開いた開いた。こちら。おかげさまでセガは2021年6月3日で創立61周年を迎えますということでね。いやいやいや、めでたい。ね。ただそのセガのね、60周年記念でね、頑張って出した桜大戦は、だいぶな感じになってしまいましたが、マグもプレイしております。いやー、残念だったね。もうちょっとなんかこう、ドカンと言ってほしかったね。
セガ創立61周年にちなんで61人目でスカウトラインナップの好きな選手を獲得できる、61周年スカウトチケットというものがもらえるそうです。いつも行われているあの無料140連ですね、あれがまあ今回も来ております。ただいつもの無料とちょっと違うのが、61人目を引いた時には好きな選手をあげるよっていう、そういう風になってます。じゃあ一個ずつ見ていきましょう。はい、セガ創立61周年記念ミッション、はい、というわけで今回はこのミッションで手に入るスカウトチケットで無料140連を楽しみましょうという、そういう企画になっております。だからマグがこれの動画にするのは6月下旬ぐらいになると思いますね。しばらくは引かないです。じゃあまず1個ずつ見ていきましょう。試合を50試合行うで10試合、100試合で10試合、150試合でなぜか11、ね、61クレしか回せないのかと思いきやね、141クレ回せますんで、あの大丈夫ですよ。で、ここになんか書いてありますね、星5 J ホールっていう選手がね、4枚手に入りますね。で、はい、ここ、真ん中注目。いずれかの曜日マッチのポイントを2000ポイント獲得する。ね、ここです。つまり今週やること、ででん、曜日マッチやりましょう。ね、忘れかねないんです。だから今週中にこの、なんだっけ、曜日マッチはこなしておいてください。土日でも結構です。ぜひ忘れないように。そして、明日から、アリーナを5試合やれば、1日5枚のチケットが手に入ります。水曜日は省かれているので、木、金、土、日、月、火の6日間もらえるので、このデイリーミッションで1個で30クレ回せる。で、この真ん中、レジェマを5試合行うでもまた30クレ。で、最後、CCT を5試合行うで30クレ。つまりここで90、プレイできることになってますね。で、さっき上の方にいたこれ。で、合わせて、141クレ回せることになります。なので、いつもの、無料140連ガチャという感じのイベントになっております。で、なんで今週やることでねんで曜日マッチって言ったのかと言いますと、もう一回ね、おさらいしましょうか。ここ真ん中ご覧ください。6月10日からレジェンドマッチ。再来週6月17日から CCT。ね、つまり、曜日マッチに AP を避けるのは今週しかないってことなんですね。なので今週やりましょうっていうことでした。はい、からくりはそれでしたね。なのでね、忘れないでさっさと曜日マッチやっちゃった方がいいかなと思います。この 10クレももったいないしね。で、通算61人目と100人目の選手を獲得すると、このスカウトにラインナップされている選手の中から好きな一人を選んで獲得できるチケットが手に入るというふうになってるんですが、さっきもう一回戻りますよ。真ん中になんだかよくわからない J ホールっていう選手がね、4枚手に入ります。そして2枚好きな選手が手に入ります。つまりどういうことかというと、結局、J ホールをごとつすることが可能だということなんですね。なので、今回、もらえる J ホール。まあ、今までで言うと、ナバーロとか、ダービットとか、なんかこう、ちょっと特別なイベントで何枚も急にボボンともらえるイベントが最近出てきましたけど、それですね、これね。で、さらに、その140連のラインナップ見ると、ここの一番上に J ホールっているので、もし、5凸分の6体、J ホールを手に入れることができているんだったら、好きな選手を引くっていうのは、他の選手にま、ね、行ってもいいってことになるんですよね。なので、できればね、無料140連の方で、J ホール引いておきたいですね。はい、じゃあ、今回行きたいと思います。新星5選手 J ホール。ね、チェルシーサポーターの方、おめでとうございます。前回ドンヘルに引き続き、今回もチェルシー。チェルシーのレジェンド登場でございます。サカツク名 J ホール。モデルは、ジョー・コール。ジョー・コール選手でございます。いや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 、来ましたね。ブルーズのジェットスター。ただ、スーパーサブにステップドリブルになので、まあ、レジェマ系の選手なんでね、何か特別な付加価値のある能力ではないし、
5凸しても9600ぐらいなんですが、まあレジマだと思ってね、獲得は絶対しておきましょう。右ウィングのトリックスターが入ってくるフォーメーションコンボの監督が次回来ると思いますね。誰なんでしょうね、なんつって、もうじゃあ言っちゃおうもね、もう言っちゃおう言っちゃおうね。このジョーコール選手はですね、チェルシーのレジェンド、ウェストハムで98年から2003年まで、ここでもね100試合以上出てます。でその後、2003年から2010年の7シーズンにかけてチェルシーでプレーしております。まあ、その後ねリバプールなんかにも移籍してるんですが、まあ、キャリアの多くはこのチェルシーで過ごしてます。183試合28ゴール、イングランド代表も2001年から2010年までプレーしていますので、まあキャリアのピークはこのチェルシーでした。なんですがこの時ね、だいたい2004年から2006年までの間が、まあ、チェルシー黄金時代を迎えたわけですけれども、ね、この時のチェルシーの監督はズバリモウリーニョなんですね。で前回、前々回、前々回なんかね、こんなフォーメーションをマグはね言ってるんですよね。覚えてるかな。まあどっか概要欄に載せとくかもしんないね。ついこの間あの選手が来ましたね、カルバーナフっていうセンターバックの選手が出てきました。モデルはリカルド・カルバーリョで、この人も04-06シーズンで大活躍したチェルシーの選手でした。つまりあの時の世代が2人来たんですね。これでもう一回な、ね、メンバーを言うと、セフ、アシュリー・コール、テリー、カルバーリョ、パウロ・フェレイラ、マケレレ、ランパード、チアゴ、そして、ジョー・コール、ダミアン・ダフ、もしくはロッベン、そしてフォワードはグジョンセン、もしくはドログバ、こんな感じのメンバーだったので、まあ、トップ下チアゴっていう風になっちゃってるんですけど、まあ、ここをバラックと捉えて、で、マケレレも来ましたね。で、カルバーリョも来ましたね。ジョー・コールも来ましたね。なので、まあ、テリー・ランパードあたり来る？テリー・ランパード・ドログバあたり来ちゃう？もしかして、そのうちね。まあでもその前に来るのはやはりこの時のフォーメーションの監督さん、モウリーニョが先に来るんじゃないかなと思います。なのでね、これジョー・ホールはね、絶対、ジェイ・ホールは絶対取っといた方がいいですね。確実にこれはモウリーニョだと思われますね。いや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 、モウリーニョ・チェルシーが来ますか。これはなかなかいいですね。楽しくなりそう。まあ、レジマなのか、それとも CCD かわからないんですが、ちょっとね、一旦カットして、もう一個のお知らせいきたいと思います。レジマの方でモウリーニョは来ないんだろうと、CCD でモウリーニョかなと思うんですが、こちら、ピックアップスカウトの方に、マンチェスターユナイテッドなんですね。なので次回のレジェンマはユナイテッドかな、ちょっとわかんないですけどもね。ちょっと一旦カットして次は、ガチャの話していきたいと思います。一旦カット。はい、というわけで後半戦いきたいと思います。こちらピックアップスカウトボリューム39を開催いたします。今回の選手のラインナップはマンチェスター FC、ファンマタ、ネマニャ・マティッチ、フィル・ジョーンズということになってるんですけれどもね、なんか何回か出てるよね。なんか出てない選手が良かったかなーなんて思うよね。残念。まあ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 いいでしょう。じゃあちょっと見ていきたいと思います。はい、こちら。排出確率はね 10% とかって書いてあるんですが、まあ、ボーナス選手最近いらないかなーなんてちょっと思ってるんですよね。なのでね、レジェンドマッチはなんかポカリも飲まずに、ごとつできるんでね、だから最近これ引かなくてもいいかなってちょっと思ってたりもするんですけど、星5確定チケットの使い道があまりないので、まあここで引いちゃいましょうね。ボーナス選手取ろう。でもここで見るよりスカウトで動いてる方を見るか。はい、星5確定、3枚しかないんだ。ああ、やっぱり前回、やらかしたもんね、俺ね。全然来なかったんだよね。はい、というわけで、今回のボーナス選手はこの3名ですね。
じゃ最後はフィル・ジョーンズ、まあ、ちょっと見てみましょうか。内容一覧、で、まあ、今回は今のユナイテッドの選手たちが当たりということになるんですが、ここら辺の選手に関しては今回の無料、無料140連で出てくるのもこのメンバーなので、まあ、じゃあついでに、ここでちょっとおさらいなんぞしていきましょうかね。まあ皆さんのね、手持ちの状況に応じて当たり合いは外れはちょっと変わりますが、まあ一応の当たりと言っていいんじゃないかなっていうので言うと、まあ基本的には今後来そうなチェルシー、そして、マンチェスターユナイテッド、マンチェスターシティ、まあここら辺のチームに在籍している選手は当たりとして引いたら取っとくがいいかなと思いますね。ちょっとね、大きいガチャになっちゃう可能性もあるので、そこら辺は取っときましょう。で、どこのクラブみたいなところ、選手とか、もしくは単純に自分の中で、いや、俺、イエロー、ごとつしちゃってるから、ディフェンスリーダー別にいらないや、とかっていうんだったら、ね、それもいらない選手になっちゃうかもしれないしね。で、逆にディフェンスリーダーでごとつしてる人持ってないっていうんだったら、もう誰でもいいからごとつしたいっていうのもあるしね。まあ、それはね、ちょっとね、個人の見解はね、異なりますよね。はい、というわけで、この中で言うと、一番下のアリサ・バラが、まあ、ケパですよね。はい、ケパ。こちらがね、ゴールキーパー、チェルシーになってます。で、さらにはね、スイーパーゴールキーパー系統なので、こちらをね、ごとつしてないなんていう人も、今回ね、ケパはいいかもしれないですね。マグもね、ちょっとね、ケパをね、育ててます。まあ、残念ながら今、ドンヘルになってからは、使われてないんですけどね。控えなんですけどね。で、他には、ここで言うと、まあ、ジョゴメス。ジョゴメスがリバプールですね。こちら、ジョゴメスがリバプール。まあ、付加価値でね、ちょっと強いのは、ナインゴランしかないんですけども。で、まあ、ユナイテッドの、まあ、エヴァンスじゃない、フィル・ジョーンズ。フィル・ジョーンズがユナイテッド。それ以外はどうなんだろう。これ、スモーリングはね、ユナイテッドじゃないんですよね。ほら、ローマになっちゃってるんでね。だから、ちょっと、ね、マグは持ってたスモーリングはあまり意味なかったですよね。ごとつできんじゃねとかね、騒いでたけどね、いらないんだな。パリ・サンジェルマンってどうかな、あるかな。まあでも、ケイラーとかクルザー、ここら辺もね、パリ・サンジェルマンなんですよね。まあ、引いといたらちょっとキープでもいいかもしれないですね。パリ・サンジェルマンがあるかもしれないし。で、続いてはナチョ。これナチョはレアルマドリードかなですね。まあ、今回なんかどうもユーロに選ばれなかったのがニュースになっちゃってますよね。ね、バルセロナの選手、あ、ルイス・エンリケだからね、レアルの選手外したんじゃねえかなんてね、ちょっと騒がれてますけど。他には、エレラはアトレチコかな。アトレチコも一回監督来てるからね。もっと奥に越したことはないかもしれないよね。で、今回マーティッチがユナイテッドとして。で、マタもそうだね。で、他で言うと、あと誰すごいのって。あ、マフレズか。まあ、マフレズがシティっていうところですので、まあ、ここら辺もね、ちょっとキープっていうのもありかもしれないですね。スーパーサブ持ちだし、マルチだし。はい、というわけで、まあ、ここら辺が当たりなんじゃないかなと。で、まあ、それ以外はね、自分の手持ちとね、考慮して、いるいらないを判断していいんじゃないかなと思います。じゃあ、行きたいと思います。さあ、マグはユナイテッドを引くことができるのでしょうか。誰が欲しい？フィル・ジョーンズかな。バランスサイドバックってのがあんまりないかもしれないな。じゃあ、行きたいと思います。3回しか今回は引けません。お願いしますよ。ノーヒント。お願いします。さあ、一発でユナイテッド。一発で。アンヘル・コレアアンヘル・コレアもユナ、あれか、アトレチコか。アトレチコだよね。アトレチコですね。あれ、あんまり嬉しくないの。僕は今テンション下がりましたね、アトレチコだって分かっても。で、売る方の方がいいのかな。はい、じゃあもう一人。いや、今回3枚しかないよ。ザ・レッズの潰し屋ダイナマイトタックル。これは
ゴメスの方かな。ザレッズってリバプールの言い方だよね。そうですよね。あれこれ前回出てくれればよかったんじゃない。まあでもジョー・ゴメスは取っとこうかな。やっぱリバプールだからね、これ取っとこうかな。一向に評価しないのね俺ね、星5くらい入れてやるよな、こんだけ遊んでんだから。来たかな。うーん、赤のパスマスター誰。いやでもまたは左ミッドフィルダーだっけ。あ、またっぽいね。まだかなこれ。よし、はい、というわけでマグはボーナス選手ゲットしました。ギリギリ3枚で引けるんだよ。前回は何だったのっていうね、ちょっとイラッとしますけれども、まあ、今回はしっかりボーナス選手引いて、遊んでいきたいなと思います。まあ、まだね今週はレジマ来ないけど、まあ経験稼ぎにもう今回からねベンチ並びに試合とかでも使ってってもいいのかな。まあそういう感じでやっていきたいと思います。まずは赤連携をね整えてからやっていきたいと思います。今週はリーグをねガンガン回していきたいなと思います。今のところベンチに置く場所がない。はい、というわけでね、ここの右側のチェルシーベンチの選手たちのねいずれかが満タンになったらファンマータに行こうかな。いやもう今から変えてもいいか、今から変えてもいいか。コバチッチは持ってっからな、コバチッチ変えてファンマータにすると思います。はい、というわけで今回はちょっとね短めかもしれませんけれどもね、まあこんなもんで終わりましょうかね。でそうそう、俺ねベジェリンもねごとつできるんですよ。ただね、あのマルテタ監督のねあのフォメコンに合わない。でさらにねこのベジェリン、1819ベジェリンはね、あの、クラブ情報なしということで、アーセナルのね、クラブ情報がないんで、これはね、今はね、ごとつしないでおきます。もしね、あの、いつか来る、アーセナルガチャで、ベジェリンが入っていたならば、ね、その時に引こうかな。だから、一回なんかあの、ちょっと強いアーセナルガチャがあったじゃないですか。あの時にね、ベジェリンが強かったんで、引いとけばよかったな。まあでも出るとは限らないけどね。いや、ちょっとそういうところの後悔があるな。ベジェリンが混ざらないんだよな、ここに。ねえ、一刻も早くベジェリンが欲しいところですけれども。まあ、ごとつはしないで取っておきたいと思います。なんかの動画で一回ね、ベジェリンごとつしようかなとか言ったかもしれないけどね、やめておきます。というわけで今回の動画良かったという方はコメント、高評価、チャンネル登録していただけますと、マグの動画作りの励みになります。よろしくお願いします。というわけで次回は、レジマ。まあ、ユナイテッドのレジマになるのかな。どうだろう。なんか、0406だったからね、チェルシーがね。だから、意外と、あれかな、レジマも新しいのかな。ファンニュルストヌーイとか来るかな。ね、あの、サカツク名ね。ニュルストヌーイね。よくマリノスに入ってたやつ。ね。というわけで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。よし、じゃあコバチッチは控えからちょっとね出てってもらって、またを入れよう。